ゃブレイクスーザーゲーして、こっかいなんですけど、勉強仕事効率をバカにする作業スペースの作り方をご紹介していきたいと思います。皆さん、図書館やカフェとかだったら仕事や勉強ははかどるんだけど、家だとなぜか集中できないっていう悩みを抱えてる方おりませんでしょうか？このような悩みはですね、デスク周りのレイアウトを変えたり、置くものにちょっとした工夫を加えたりすることで改善することができるんですね。というわけで多くの人が外出自粛を余儀なくされている昨今ですので、ぜひ作業効率を上げる快適なデスク環境を整えてみてください。まあ、デスク環境なんてそんな関係ないやろっていう人もいるかもしれませんが、実はそんなことはなくてですね、仕事や勉強効率に大きく影響することは分かっています。これサルフォール大学の研究なんですけど、7つの学校の34の教室、751名の生徒らを対象に、彼らが学習する環境を6つの項目で審査したんですね。で、その6つが、色、所有感、つながり、内装のバランス、柔軟性、光だったんですけど、対象となった全ての教室の中で、最も良い環境づくりができていた教室と、最も悪い環境になっていた教室で、勉強した学生たちを比較したところ、1年間の学習進捗になんと 25% もの差が生まれていたんですね。これめちゃくちゃすごいことで、例えば良い環境で学習すれば、5年かかる勉強3年で終わらされることになるので、大学を飛び級できるレベルの差が生まれるわけですよ。だから良い環境を作るに越したことはないわけですね。というわけで、こっからは、どうやったら良い勉強環境、仕事環境を作れるのかのポイントを4つご紹介します。1つ目は散らかった机は整理しようということです。デスクが散らかっていると脳の処理能力が低下することは分かっています。これプリンストン大学の研究なんですけど、散らかった場所で作業すると整理整頓された場所で同じことをした場合に比べ集中力が低下し、情報処理能力も下がることは分かったんですね。まあ、詳しい実験内容は省きますが、さらにそうすることで生産性が上がり、イライラしにくくなり、集中力が切れる頻度が少なくなるってことは分かったんですね。だからまずは机の上の整理を徹底しましょう。2つ目はデスクの上に植物を置こうということです。これノルウェー大学の研究なんですけど、机の上に植物を置くことで働く人の注意力が上がることは分かったんですね。この研究では被験者らを植物の飾られたオフィスでテストを受けるグループと何も飾られたオフィスでテストを受けるグループの2つのグループに分けて注意力が必要なテストを続けて受けてもらったんですね。すると前者のグループは1回目でも2回目の方が成績上がり、後者のグループは特に変化なかったんですね。この結果を研究者らは植物には注意力を回復させる効果があると評価しています。普通は注意力を必要とする作業をすると脳がどんどん疲れていくんですが、机の上に植物を置くだけで回復しながら作業ができるので、ぜひゴールデンポトスなんかが手入れが楽でおすすめなので購入してみてください。というわけで3つ目は香りをコントロールしようということです。こうやって先の見通しが立たない状況が続くとどんどんストレスが溜まっていくじゃないですか。で、こういうストレスは脳の大脳辺縁系という我々の気分を作り出す大事な箇所にダメージを与えるんですね。で、気分が落ちてしまっては当然仕事や勉強に身が入らないので、五感の中で唯一大脳辺縁系と繋がっている嗅覚を正常にしてあげる必要があるんですね。だからなんかリラックスできるようなアロマなんかを炊いたりするのもいいのではないかと思うんですけれども、僕はそういう香り的なものは苦手なんで、休憩中にこまめに換気して空気入れ替えるぐらいはした方がいいと思いますよ。というわけでラストはスマホを机の上に置かないということです。仕事や勉強の最中にスマホを操作したり通知が鳴るために気になったりするだけでバルスタスキーに繋がって認知能力や記憶力が低下することは分かっています。また多くの論文で学生たちが勉強中に SNS を使うことが成績が低い、注意散漫になりやすい、読解力が低いなどのネガティブな結果につながることが報告されています。またいくつかの SNS と同時にマルチタスキングする行為は認知機能、社会性、記憶力の低下を招くことを示唆する複数の論文があるので、ぜひやめるようにしましょう。というわけでスマホはやっぱり勉強部屋とは別の部屋に置いておくのが重要なんじゃないかなと思います。というわけでこれまで述べた通り環境を整えることはめちゃくちゃ重要なんですが、やっぱり確かな勉強法を身につける方がはるかに重要です。というわけで僕の勉強法を1から10まで完全公開した動画をこの動画の概要欄に載せておくんで、ぜひ見ていってください。またチャンネル登録していただけると僕の動画のモチベーションにつながるんで、ぜひポチッとしていただけたら嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。